行くぞ、あまりゲーム実況部2年部長のハルティです。山田でーす。ラッパン。おはようございます。こんにちは、こんばんは。1年の Q です。なんでここに来てちょっとオリジナリティを入れてきたんですか、Q さん。ちょっと言いたかった。やっぱ興奮してるんですか。興奮してます。今回はね、エントリー初月、ハイパーコラボ祭りということで、今回は、なんと、日常組さんに来てもらいました。よろしくお願いします。イェーイ。俺たちがせーの日常組だ。あれなんだ、なんか進化どうぞ。猫の餌あげてみろ。あれ父親、ほらなんか様子が、え、やばい、ちょっと待って、待って、俺も体がなんかおかしいから、待って、体がなんだ、勉強、いや、そこはクロノアさんじゃないの。俺になれということで、今回はですね、メメントリではこれ、変身鬼ごっこ日常組さんとやっていきたいと思います。まあ、ルールとしましては、多分編集でビャって出るのでざっくりでいいでしょう。動物に紛れて、僕が今回、牧場の主やるんで。まあ、皆さんは、家畜です。家畜なんで、まあ、牧場から脱出したいと、牧場の中に隠れてるアイテムを取って、脱出していただくことを目標に頑張ってもらいたいなと。家畜だからね、僕らは。新上くんとか特に家畜です、本当に。何の動物言われてもそれになりきれるから、僕は。そうなんですね。そうなの。本当にマンボウとなれるの、お前。ボボボボボボボ。ごめんなさい、もう行きましょう。やっぱ日常組やばいな。面白。じゃあ僕がこの扉を開けるんで、適当に逃げてください。僕は適当になんか10秒ぐらいバタバタするんで、それでいきます。変身鬼ごっこスタート。ちょ、お前、ちょっとこの豚が殴るから、はい、出ろ、ちょっと、パンダ出れないよ、パンダ出れないし、馬も出れないんだよ。じゃあもう特別に壊してあげる、これ開けろ、はい、これ、いや、姿戻せよ。パンダだ、マジでその場合やるの。全く家畜がいっぱい逃げてしまった。捕まえないと。いけー。あ、でもね、もうめっちゃ走ってる、舞台だ今。こいつだ。あれ違う、普通に違った。それはフェイクだよ。なんだって、原木発見。何、ナイス。何もないよ。ちゃんと隠してますよ。いや、絶対これハルティ君いじめてるって、俺たち。いやいや、ちゃんと隠してますって。初コラボでドッキリ、マジか。いやいや、そんな勇気ない、そんな勇気ない。お前ら原木の代わりなんか人骨見つかない、人骨。人骨どういうときに。説明忘れてたけど、これ牢屋助けられるんで、これ。なんか、あ、待って。ダイヤモンドの剣ゲットしちゃった。いや、脱出してる。よいしょ。お前、出れない。なんでそんな出ない。出れなかった。ありがとう、ありがとう、ありがとう。お、めっちゃ走ってる、トリオル。いや、見失った。誰？お前、誰？擬態すぎねえ。捕まった。捕まった、全員捕まるとゲームオーバーです。全員捕まるとゲームオーバーです。よいしょ。声おもろ。待って、この剣何。死ねえよお前。死にすぎだってお前。なんかもうこの人は助けんでよくない。助けてよ。ちょ、マンボウ。楽しそう、楽しそうだな。マンボウ無理したやつ出す必要ねえだろ。まあ絶対、まあ絶対そうだ、まあ絶対そうだ。よいしょ。やばいねこれ。もういないよ。ちょ、もう、ちょ、マンボウから助けて。逃げよう。今さ、ボート台何個見つかってんの。マジで見つからない。マジで見つからない、これ、ね、これハルティが本当に隠したんか、これ。隠してるって。これめっちゃなんかあれなんだけど、はい、どうぞどうぞ。殺すのやめてもらっていいかな。やっぱ喋ってる。わかんない、わかんないんで。これ喋ってる最中殺しちゃダメなルールじゃなかったっけ。いやでもわかんないんで。そんなルールないからね、日曜組でもね。ロイヤル前で屈指してるトリオルって俺な。許せんなマジで。助けだって、おい、同族だろ、ナイスナイス。あれ、これ絶対同族チキンだろ、これ。絶対同族チキン。これ同族チキンだろ、お前。やったろ。マンプーがチキンだよ。ロケットで、ニャットリがいるよ。やめて、やめて。なんでそんな楽しそうなの。アイテム探せよ。なんかアイテム消えてるかもしれないです、ワンちゃん。ガチで消えてない。俺ここ隠したなってところになんかないとこがあるんで、これなんかないよね。途中ないよね。あれかな、あれ
牢屋入る？家畜がまた、また逃げちゃった、どうしよう。おい、邪魔やって、この瞬間。おい、おい、おげよ。誰だよ、こいつ。おい、家の中にいるシュルカ殺してくれよ。ダイヤンド、ダイヤンド、もう原木2個目。え、原木2個ならもうボートで出れるくね。出れる。ちなみにそのさ、その原木さ、俺にさ、2個渡してみない？そしたらさ、俺、1ヶ月後にはさ、それ倍にするから。本当、1ヶ月後に倍にしたとしても企画が違うからね。ベイト、ベイト。よっしゃー。いや、早い早い早い、ちょっと待って、早い早い。たんだけど、どう？誰か、ボート手に入れたけど、石にどう？ボートってさ、2人で出てもいいの？ボート1人で、1人でお願いします。1人で。あ、じゃあ、ごめんな。ちょっと待って、ハルティ君。はい。え、俺、シェルカーなんだけど、逃げていいですか？え、待てよ、待てよ。シェルカーで、え、逃げ切るなんてことある？ボート壊せ、ボート壊せ、ボート壊せ、ボート壊せ。よし、そこの鳥、ボート。みんな、私が来た。みんな、私が来たぞ。え、今捕まってる人何人？4人。結構伝わってますね、今。結構伝わってますね。もう出ようかな、もう。俺も出ようかな。え、もうそんな出れんの？いや、俺、あの、なんかさっきさ、シェルカーボックスがさ、出ようとして、あいつがさ、落としたボート拾ったんだよね。あ、やばい、逃げてる。あの、池のところに待ってれば、多分。クリオ君、助けてほしい。確かに。どうしよう。よいしょ。おいおいおい、空気読んでくれよ。全然見つけられない。確かに。どこだろう。まあ、だんだんむずくなりますからね、見つけるの。やばいやばいやばい、失った。その中の鳥、その中の鳥が一人、やばいやついる。でもお前の方がわかりやすいんだもん。このクロウサギ絶対死にかけるんだって。おい、おとりになれ。あ、あ、これ、これ死にかけ、あ、これ死にかけさんだ。死にかけくんやないか。マジでそうじゃねえか。マジでされてる。マジで僕裏してたんだ今。よっしゃと。こうやって。山田くん、山田くん。はい、これあげるからマジでどっか行ってくれ。もっともらっちゃった。土ぼこりあげてる鶏がいるね。やばい、よくないよ。やばい、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 よいしょ。やばいぞ。5人捕まってる。え、やばいやばいやばい。あと2人結構来てますよ。もう無理かな。じゃあ、おい、誰かボートに乗ってるやつ。プロゾウ君、おい、何やってんだよ。何やってんだよ。おい、やめろ。ちょ、待って待って、ほんとほんと、お前、お前マジでやめろって。お前、やめろって。あれ、待って、でもペイントさん分からなかった。やば、あー、いた。あー、死んだ。誰か助けてもらっていいですか？フリー。エイトさん逃げようとしてましたよ。よいしょ。いやいや、そんな。あれ？え、待って、これ、クロナーさんが、クロナーさんが捕まったらみんなが助けた。みんなを助けたクロナーさん、やばい！おい！エイトさん！もうこれは大事ですね。助けておけばよかったかも。しようかな。死神。しようかな。俺たち日常組みだよな。そうだよな。みんなのことは見捨てないぜ！あれ？お前、そういうとこ、本当にそういうとこ。喋れてないけど、ナイス。え、マジダイヤどこなん？本当にないんだけど。ダイヤ、俺、どこだ？ダイヤ、マジか、ダイヤ。え、うわ、マジ？ナイスです。そったんちゃう？じゃあ。棒だけ？今、行けんところにハルさんいる。え、お前、いるのか、さて。ラスト、こう。あー、いた。ダイヤくん、クックに手出しやがって。そんな立ち向かってきてたの今。せめて棒を見つけてあげたいね。そうね、ちょっと棒まだ見つかってないんですもんね。棒、棒ね。俺もう今あれちゃんと隠したかなと思って、俺も一緒になって探してんだけどね。え、もうよくね。棒もあれ、もうよくね。明日諦めますか。なんか棒と思ってないやつ見捨てね。だけどな、俺ボート1個置いとくわ、池に。ボート池に置いとくわ。今のち、今のち、今のち、乗ってる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 。なんか出ようとしてるやついるぞ。俺ダイヤ持ってるんで逃げます。おい、ダイヤ持ち逃げはめっちゃやばいっすよ。本気で言ってる。これはもうスペクテーターじゃね。え、嘘でしょ。嘘。あ、じゃあもう棒隠す必要ない。はい、棒隠す必要なくなりました。最高だな、マジで。なるほど。なんだろう、ガチャのモメ。待って、うちのグループ山田よりヤバいやつおった。原木ある、これ。原木今何個あるんだ。1個あるって言ってなかったっけ。原木残ってるとこあったっすよ。いや、それで逃げるしかないもん。え、逃げてる、逃げてる。山田はもう逃げてたよ。しれっと逃げたよ。
あ、原木あった。なんだなんだ、あるの？なんだな、あれだよ、死神くんと Q が置いたすぐ10メートル先ぐらい。ただね。ここか。待って、見つかられた。ナイス。あ、よし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 。違う動物になってない。そっか、僕違う、ね、ウサギだ。ウサギだから。ウサギってなんて鳴くの？マンボウでしょ。マンボウ絶対違う。マジで。やばいやばいやばい。反抗してきたって。マジでうまい。マジでうまい。絶対殺せ絶対殺せ。マジでやった。一旦落ち着こう。一旦落ち着きましょう。ね、よし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 。はい、オッケー。焦った。ああ。はい、開け開け開け、やばい、あー、開け開け開け、やばい、やばい、めっちゃ逃げられてる、開け開け開け、やばい、めっちゃ逃げられてる、あ、なんか作ってる、なんか作ってる、絶対作ってる、待って、あ、作ってる途中に殺したから落としてる、取られたじゃん、取られた、お前マジで仕方ないな、あ、戻った戻った、牢屋の中に戻った、もうハルティクも園長先生みたいになってるやんけ。もう仕方ないわね。結局今ボート持ってるのな、誰と誰なの？可能性があるから死神くん。僕が持ってますね。俺もう何も持ってない。何も持ってないよ。全部トラゾーに渡した。全部トラゾーに渡して出られた。黒縄さん、黒縄さん、黒縄さん、ありがとう。こんな野郎。いや、マジで尊敬してるわ僕。ピッケル積んでるってことはもうこの池の前に貼ってればもう全員殺せるのだよ。いいの？そんなことしちゃって。ハルティ君さすがにそんな。じゃあそう、もうちょっと散歩しよっかな。散歩しちゃおっかな。優しすぎでしょ。散歩しよっかなもう。え？今やばい、行かれた。誰だろ、9か。今すごかった。入り口前でドリフト2、3回やってたよ。ちょっとシンプルに PS が。難しすぎる。ケースバイケースで2人乗りっていう。みんなに逃げて。ケースバイケースでね。ケースバイケースで2人乗りっていうのが。今残り2つボートあるから。2つボートある。初手コラボ企画でそんなケースバイケース使うことある。あ、でもなんかもう。シンプルにむずいんだよな、わかんねえ。え、あなた誰？言ってくれ。殺して待ってますね。やばい、見られてる？どこだ？いいのか？待ってるわ。俺ここで幸せに暮らすわ。何？わかった。行ってこいよ。じゃあな。あ。またな。見届けるぜお前のこと。あ、めっちゃ走ってる羊汁。めちゃめちゃ走ってる。完全にフラグじゃん、ただの。ここは俺が出資する。やばいやばい、うわぁ、うわぁ、まっまり出やがった。俺と黒縄さん、ここで幸せに暮らしますよ。出せよ、思い思いの。なんか、本当に。え、ペイントさんと黒縄さん、今、捕まってる？あれ、捕まってる。じゃあ、俺も脱出します、黒縄さん。あ、ええまさか。あボーイ、え、このサーバーで飛行は有効じゃないって言われて。あーズルじゃん、それズルだよ。何してんの？いや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 、画面見たってわざとじゃないのよ。いてじゃあ俺ずっと持ってたんで、ボート持ってないふりしてたんで。カス、カスだよ。どうもカスです、失礼。ガチサイコパスしかおらん。ダイヤ持ってって出せせるやつおるし。もうピッチ上組抜けようかな僕。俺が言いたい一番それ。動画見てくれてありがたまわり。それやめろ。メメントリファーストライブゲーム実況アリーナ 0.03 9月25日曜日開催決定。4月31日からチケハン開始です。4月はチケットを売り切るために毎日日本投稿&毎日コラボ祭り開催中です。みんな来てね。じゃあ最後にせーの、いくぞたまわり。メメントリ